柏駅をご通行中の皆さん、すいません、ちょっと騒がしくなりまして、私たちは、脱原発を訴える有志の集まりです。脱原発を訴えるかといえば、ここにあるのぼりのように、子どもたちの命と風呂敷サンゴを守らなきゃいけない、そのような観点から、脱原発を訴えております。そして、ね、また、福島に未だにいる人たち、大人も子供もいいですか、知らない人がね、非常に多いんですが、国際基準、そして日本の法律においても、あそこにいる人たちは年間の被曝量から見て避難させなきゃいけないんです。これは法律で決まってます。これをしていないんですよ。法律で決まっているものをね、予算のことなのか何なのか責任のあれなのか分かりませんが、それを政府が責任を持って法の執行をしていないんです。これはね、非常に問題なんですよ。政府がそこで法律を無視してあそこにいてもいいなんて言っているから、みんなまさか国が政府が嘘をつくわけないと、これは当たり前のことですから思ってしまっているから、福島の人たちは大丈夫だと言って残ってるんですよ。しかしです、これは法律においては全てね、今配ってる皆さんそうですけど、被曝量っていうのは基準が決まっていて、ある程度も超えると何になってしまう、ね、例えばこの柏市はホットスポットが多くて、皆さんが食べているものやお子さんたちが速攻で遊んだりして被曝する量、できたらね、すべて計算した方がいいんですよ。僕は今日横浜から来ましたけど、うちの子供に対する被曝の管理は直接でやっています。去年の暫定基準値の時はその基準値は全て危ないものだったので、そのものを食べさせないようにして自分たちでなんとか安全なものを選んで買って食べさせていました。それでも乳製品は危険だったので牛乳をなるべく飲まさないようにしています。今年の4月に政府が基準値を決めました。確かにデータ上では安全ですが、複合的に一つのものだけじゃなくていくつのものが重なるとまだまだ危険なんです。我々は子供を守りたいから皆さんに、ね、訴えているんですが、どうかね、お子さんを持ったお母さん、お父さん、外食だけは気をつけてください。外で食べるものははっきり言って危ないものとばらけです。全て復興すると一つのもとの基準がいかなくても、外食が多きゃ多いほど被曝の確率が上がります。そして家の中で家庭で食べるものが多いでもなるべく気を使ってください。今配っているビラにはそういうことが書いてあります。全て反対とは書きません。僕らはね、全て反対っていうのはね、それは極論ですからね、全部完璧にやろうとしてもできないんですから、いいですか、できる限りのことをお子さんのためにやってあげてください。子供たちの将来がかかっているんですね。なんだよあいつの言ってることは本当かと思っても、子供に危険があると思ったらまずビラを見て計算式が載ってます。どれぐらいの被曝が安全なのか考えて、そして皆さんお子さんの食事を気をつけてあげてください。この柏は特にホットスポットが多いです。複合的な被曝量が上がる可能性があります。食事だけでもね、お子さんに気を使ってあげてください。我が家では外食はほぼさせません。させるときは、ね、たまにやっぱりストレスも癌につながるのでさせますけど、それほどね回数は多くありません。そしてね、最初に言ったようにどうかね、福島のお子さんたち、そして福島に住む人たち、これは全て法律においては避難させなきゃいけない人々です。日本には法律というものがあります。法治国家です。その法の下では
未だに避難されていません。ね、治安的になる部屋なので、どこの政党とかどこの政府とは言いませんが、個人名で言えば、ね、菅直人さんがしっかりと渡航してくれればよかったのに、責任逃れなのか、予算が足んなかったのか分かりませんが、その時に福島の人々を法律上、あなたたちが逃げなきゃいけない、避難しなきゃいけないと言ってくれなかったために、今では福島の方々と、私たち、この柏もそうです、千葉もそうです、東京の人間との間も一種の溝みたいになってしまっています。福島の人たちは、まさか政府が嘘をつくとは思っていないので、安全だと、ね、当たり前ですよ、自分の国の政府が自分たちの命、この柏にいる皆さんの命を危険にさらすわけじゃないと思うのが常識じゃないですか。ですから福島の人たちは安全なんだと思い込むようになってしまいました。しかし本当は今苦労が多く法律に違反しております。法律上では福島の人々が年間に浴びる、ね、密集、それが超えてしまうので、みんな避難させなきゃいけなくなっております。このようなね、嘘がまかり通っていて、福島の人たちが見捨てられてしまったのが昨年の3月11日以降なんです。今からでも遅くありません。誰かが責任を取って、野田さんでもいい、責任を取って福島の問題を、ね、福島の被爆量は年間で超えてしまうから、私はあの人たちを避難させなきゃいけないと言っていただければ、それだけでいいんですよ、ね、それが言えないならば綺麗事は一切言うべきではない。我々にとって福島第一原発事故は第一の原発事故かもしれないんです。第2、第3があったらどうするんですか。地震がこんだけ増えていて、今日のどっかの新聞にはね、あ、でも書いてあるかな、火山、活火山の活動が激しくなって富士山が爆発してもおかしくないと言って、火山が近くにあるところで地震だけじゃない、原発の上に溶岩が降ってきたら誰がそこで守って水を、炉を冷やすんですか、水を流すんです、逃げるしかないじゃないですか。そしたらまたメルトダウンで水素爆発でその地域が住めなくなって大変なことになるんです。私たちはこのような考えから、原発は我々には無理だった、地震があるんだ、でこの国は無理なんだということで即時廃止、廃炉を訴えております。どうか皆さん、ね、今民主党さんとのお約束で、時間を区切りましたんでね、私の演説もうちょっとで終わりますけど、ね、どうか皆さんね、この柏は、千葉は、浦安は、ね、3.11 のあの地震によって、原発事故によって、被害を被った地域なんです。私は横浜ですから、あまり被害を感じないで言いますけど、この地域は本当に、ね、風向きでホットスポットとして、すごい放射能が降り注いだところなんですよ。ね、大人はいいんじゃない、僕らみたいな。子供は守ってあげましょう、ね、自分なんかあと10年20年生きればいいけど、お子さんは、ね、5歳の子、6歳の子、10歳の子、あと30年40年50年生きなきゃいけないんです。その子たちのことをどうか考えていただけたらと思います。今ね、放射能のこの予防、被爆の予防というか、計算ができるビラを配っています。で、小太郎親といってね、この犬がマスコットになってますが、よかったら受け取ってください、ね、それではね、我々は約束を守るんで、この辺で、ね、私の話を終わろうと思います。皆さん、柏からね、柏から本当の脱原発を始めましょう。